海に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト in 大分県。皆さんは深海について知っていますか？7月18日海の日、別府市のビーコンプラザでは子どもたちが深海について学び考えを深められるイベント、深海の秘密セミナー&子ども画伯体験が行われました。まず深海について教えてくれたのは海洋研究開発機構の磯部さん。こういうものですねに、カメラとかマイクをつけて沈めます。でこういう映像が撮れたりとかします。普段知ることのない深海研究最前線の話や深海で見つけられたプラスチックごみについてなど、たくさんの興味深い話がありました。イベントを主催したのは豊かな海を未来にをミッションとして様々な活動を行う県内の団体 M フィッシャーです。こういう問題があるんだよっていうことを楽しみながら理解してもらうっていうことですね、モットーに活動しています。今深海で何が起きているのかという、リアルなお話をしていただく、特にですね子ども向けというところに焦点を絞って実施したイベントになっています。夏休みを前にして、いろんなこう思い出を作ってもらうという意味も含めてですね、深海のイベントを実施したという形です。深海について学んだ後はアウトプットしてみようということで、画家の先生を招いて子ども画伯体験が行われました。未来の海をテーマに、子どもたちはキャンバスに思い思いの海を描いていきます。まだまだ知らなかったけど、先生の話を聞いていたら深海ってものがだんだん分かってきた。なんか知らないことがたくさんあって、今日知ったことをなんか生かして将来の仕事とかも考えていきたいです。子どもたちがちょっと興味を持ってで参加してみたいなっていうのがきっかけです。このイベントを通じてですね、何かこう心に残ってくれて、で将来こう海を守る側に回ってくれるんじゃないかなというふうに思っていますので、いいイベントになったかなと思っております。海と日本、海と日本プロジェクト in 大分県、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。